はい、来ました。チャンピオンチームの九州チームおめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。すごいことになりましたね。ちょっと改めてどうですか、先ほど来てもらいましたけど。小さな巨人が帰ってきましたね。小さな巨人が抜いちゃいましたね。小さな巨人が頑張りましたね。ごめんね。そう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 。でもそうそう。なんか久々見ましたよ。もうちっちゃんまでは絶対回さんだこうと思って。回してほしくなかったし。もう緊張して。まあ、あんだけねずっと頑張ってくれたけ。もうずっと。でもうちらあの。はい。地方までしか全試合行ってないんです。すごいよね。大将まで行かんかった。大将まで行かんかった。大将じゃない、鳥でね。あ、そう、鳥で。そっか。そうそう、マイクに隠れたってよ。なんかね、もっちヘルメットって言われたよ、今日。あ、マイクが見えた。あ、見ないで。ちょっと冬に向けて伸ばす予定です。ねえ、おめでとうございます。なんか言いたい、なんか聞きたいことありますか？ないですね。こんな状況になりました。どうでした？でも今日結構で、ね、噛み合ってましたね。8連勝すごい。いやもう結果オーライです、結果オーライです。うん、そして5連勝、5連勝なの？5連勝でも、もっと言えば1回しかやっぱり1回しか投げてない記憶が。そうそうそう。そしてどうでした？2人後ろの若い2人。はい、一言。いや、なんか九州チームは砦が2人いたのですごく心強かったです。安心したね。はい、右に同じくですね。右に同じく。なんか勉強したことある？なんていうかな、こう波っていうんかな、波っていうのがすごくあった気がするけどね。どうでした？いい時と悪い時のこう波があってね。波がですね、うん、これがあの本当にこれから取り組むべきところだよね。今日ずっと見てて、じゃあこの2人と他の選手の違いって言ったら、この木原あね、波も含めてですね、松本めぐみも安定してるよね。こう落ちることが少ないんですよね。これをね、やっぱね、なんでそうな、ああいうことができるのかっていうのをね、やっぱ学んでいったらね、ダーツの幅が広がってくるなと思うんですけどね。はい、で、後半になればなるほど、17、16、15、この辺になればなるほどエンジンがかかってきて、はい、で、他のチームの選手は、20とかドーンドーンと来ても、そのリードをやっぱり守れなくしていくわけよ。リードを取って、で、エリアがあればそこどんどん攻めて、で点差を縮めていき、広げていきながら、どんどん相手のダーツが崩れていく。なぜメンタルゲームなんで、そういうところを勉強していけば、ね、まさしくそうですよね。本当にそうだと思います、ね、メンタル崩すの天才ですからね、この人は。やっぱ最後までね、諦めないのが大事です。はい、はい、どうぞ。エリアがあったらずっと点数どんどん増やしていくよね。で、相手が追いつけなくなって徐々に壊れていく、そういう作戦だったよね、今日クリケットは。いや、どうですかね。すみません、あまり。でもやっぱ最後のやっぱ16、15がでやっぱまくることもやっぱ多かったんですね、いろんな試合見てても。そうね。でやっぱ予選の時もそうだったし、すごいそこ弱いかな、そこでもう持っていけたので、全部ほとんど。そう。だから大事だと思います、そこの。そうなんですよね。16、15がもうあの辺が一番大事。はい、大事だと思います。徐々に壊していく相手をね、徐々に相手が壊れていく、そんなイメージ だったよね。ということで、なんか締めてください。じゃあ最後に、じゃあもっち締めてくれる？はい、待っていきましょう。なんかカメラ向けられるとおかしくなるぞ、このもっち。最後じゃあ、もっちゃん声大きく、大きく声大きく。九州奪還できて本当に嬉しいです。ありがとうございました。ということで今から表彰式いきますので、表彰式の模様も流すんですかね。はい、じゃあ表彰式の模様も流しますので、ぜひぜひ時間がある方はそのままご覧ください。
今日はありがとうございました。ありがとうございました。イエーイ、イエーイ、初めて初めて。ありがとうございました。